岩手単角和牛は日本のブランド牛の一つ。岩手県内で飼育された日本単角種に付される商標として地域団体商標に登録されている。日本単角種は南部牛をいたにも歌われるように駅蓄として利用されていた在来種の南部牛をルーツとして明治以降に輸入されたショートホーン種を掛け合わせて作られた肉牛専用種。昭和十二年には 日本固有の肉専用品種として認定された。岩手県は日本単核種の生産量が群を抜いて日本一であり、年間約1500頭の子牛が生産され、そのうち1300頭余りが県内で飼育されている。自然交配で生産、放牧され、繊維質が引き締まり、旨味の多い赤新肉が特徴とされる。全国農業共同組合連合会を権利者として 地域団体商標に登録され、岩手牛普及推進委員会により、普及、広報がなされている。また、岩手単角和牛の生産地域内であっても、岩手同委員会に加盟しない生産者によって、生産されたものなどは、単に単角牛などと称して、流通、販売されている。岩手県内における日本単角種の飼育は、季節放牧を特徴としており、万等に、 畜舎で生まれた子牛は、最初の2、3ヶ月を畜舎で過ごした後、親牛と共に放牧地へ離され、冬になると畜舎へ戻されて飼育される。これを、夏山冬里方式と称する。岩手短角和牛の商標を用いるものは成長剤、ホルモン剤等を一切使用せずに、自然の牧草や嵐料によって育つ。また、牛が草や笹を食べることで地図の生育を助け、 船林や杉林の天然更新を支えているなど、地域の林業と連関して生産されている。岩手短角和牛は、生産される地域や団体ごとに、さらに以下のように細分化した銘柄名を用いることもある。ありがとうございます。